伊達巻き達巻き作りには必須の巻きす伊達巻きは卵料理の一つ。伊達巻き卵とも、長崎においてはカステラかまぼことも呼ばれる。伊達巻きは白身魚やエビのすり身に溶き卵と出汁を加えてよくすり混ぜ、みりんや砂糖で調味して焼き上げる。熱いうちに巻きすで巻いて形を整える。家庭で作る場合はすり身の代わりに、 入手型安く同じ原材料を用いた魚肉、練り製品のハンペンを代用とすることがあり、日本の正月のおせち料理には欠かせない一品である。なお、銚子などの地方ではこれで、酢飯や具を巻いた伊達巻き寿司が供されている。製法はカステラに似ている部分も多く、すり身を用いる江戸前寿司の卵焼きとも酷似している。スポンジケーキ状に焼くには、 オーブンの存在が不可欠であることから、ポルトガルのロールケーキである、トルタデ・ラランジャの技法が応用されたと考えられる。伊達巻という名前の由来については、伊達ま宗の好物だったことから、伊達巻と呼ばれるようになったという説普通の、卵焼きよりも味も見栄えも豪華なために、洒落て凝っている予想意を意味する、だて物から、伊達巻と呼ぶようになったという説女性用の和服に使われる、 伊達巻きに似ていることからこう呼ぶようになったという説など諸説ある。ありがとうございます。